クリーブランド・インディアンスはメジャーリーグベースボールアメリカンリーグ中区所属のプロ野球チーム。本拠地はオハイオ州クリーブランドにあるプログレッシブ・フィールド、トライブとも呼ばれる。1900年にそれまでマイナーリーグであったウエスタンリーグがアメリカンリーグに解消した時にウエスタンリーグ2894年から 加盟していたミシガンのグランドラピズラスラーズがクリーブランドに移転し、これが現在のクリーブランドインディアンスの起源である。この年アメリカンリーグはまだマイナーリーグであったが、翌年にメジャーリーグに昇格宣言をして、メジャーリーグとなった、初年度1901年はクリーブランドブルーバーズ、翌年の1902年にはクリーブランドブロンコスと名乗ったが、1902年に フィラデルフィアアスレチックスからナポレオン・ラ・ジョイを獲得し、彼が主軸打者として中心メンバーとなり、彼の通称であったナップから1903年からナップスと呼ばれ、ナップ・ラ・ジョイが中心となって活躍したチームだった。この間にはかつてクリーブランド・スパイガーズにいたサイアングやシューレス、ジョージャクソンも一時在籍した。そして彼がチームを離れたことで1915年に、 インディアンスと改名し、やがて1920年にトリススピーカーを中心とした打線でリーグ優勝してワールドシリーズも勝ち、1948年には日の玉投手ボブ・フェラーを擁してルーブードローが遊撃主権監督でチームを支え、さらにジャッキー・ロビンソンに続いて二人目の黒人選手ラリー・ドビーを獲得して、再びリーグ優勝してワールドシリーズでもブレーブスを下した。しかし、 その後は長い低迷を続け、1954年のリーグ優勝を最後に1994年までワールドシリーズからは遠ざかった。そのため、1990年代後半になると、マニーラ・ミレス、ジム・トーミといったスター選手を要し、1995年から1999年まで5年連続で地区優勝を果たすなど黄金期を築いた。2000年以降、 緊縮財政のため上記の主力選手が流出してしまい、厳しい戦いを強いられた。しかし、その主力選手と引き換えに得た、グレーディサイズモア、トラビス・ハフナー、CC サバシアといった有望新人を育て、2004年に地区3位、2005年に地区2位、2007年には地区1位と着実に力をつけている。地元での人気は、もちろんのこと、映画、 メジャーリーグの大ヒットにより、メジャーでも知名度は高い。1995年6月12日から2001年4月4日まで、ホームゲームで455試合連続満員、5例という記録を作っている。これを記念して、455番がチームの永久欠番となった。なお、その後ボストンレッドソックスが2003年から2013年にかけて、 794試合連続満員5例として記録を更新している。交流戦ではヤンキースとメッツのサブウェイシリーズのように同じオハイオ州のシンシナティレッツとのカードがバトルオブオハイオと呼ばれ地元では人気を集めている。本拠地であるプログレッシブフィールドは2007年までジェイコブスフィールドと呼ばれていたが2008年に自動車保険会社のプログレッシブ社が 16年5800万ドルでネーミングライツを獲得したことでこの名前に変更した。クリーブランドの市街地にあり、タワーシティセンターと呼ばれる電車やバスのターミナルから、徒歩圏内、途中に NBA クリーブランドキャバリアーズの本拠地、クイックンドーンズアリーナがある。日本人選手は多田屋数人、小林正秀大家智和、福留光介、村田徹が在籍した。 シーズン成績の詳細については、年度別成績一覧を参照インディアンスの本拠地で、あるクリーブランドのプロ野球チームの歴史は、1860年代に創設されたフォレストシティ・ベースボールクラブに遡る。このチームは後に、セミプロ化し、1871年に創設された全米プロ野球選手協会のプロリーグに、クリーブランド・フォレストシティーズとして2年間参加した。 その後、ナショナルリーグには、1879年から1884年まで、クリーブーランド・ブルースというチームが、また1889年から1899年まで、ブルースは、通算265勝を挙げた、ジムマ・コーミックを選手権人監督とし、まずまずの成績を誇っていた。しかし、1884年にユニオン・アソシエーションが創立された際に、 主力選手が移籍、チームは一気に弱体化し、この年限りで解散した。一方のスパイダーズは、MLB 最多の通算511勝を挙げた、サイ・ヤングがメジャーデビューした球団として知られる。スパイダーズはヤングを、はじめ多くの優秀な選手を揃えたが、なかなか優勝に手が届かなかった。1898年、これに号を煮やしたオーナーたちが、 同リーグのセントルイスブラウンズを買収し、パーフェクトズと改名、ヤングをはじめとした選手の大半を移籍させた。この煽りを受けたスパイダーズは、1899年を20勝134敗という成績で終え、このシーズンを最後にチームは解散した。これらのチームがクリーブランドを本拠としたが、今日のクリーブランド・インディアンスの起源は全く別であった。 ナップラ・ジョイ1900年に当時マイナーリーグであったウエスタンリーグがアメリカンリーグに改称した時にミシガン州グランドラピズを本拠地としていたチームをクリーブランドに移転させたことでチームの歴史が始まった。翌1901年マイナーリーグであったアメリカンリーグがメジャーリーグ宣言するとクリーブランド・ブルーバーズという名前でリーグ創設以来の球団となった。 初年度の1901年こそ54勝78敗と負け越しリーグ7位で終わってしまったが翌1902年クリーブランドブロンコスと改めそしてこのシーズン途中にフィラデルフィアアスレチックスからナップラジョイラジョイは期待にたがわぬ活躍でチームを牽引しファンから絶大な人気を誇ったこの年に一般公募によって チーム名もクリーブランドナップスと改めて1905年にはラジョイが選手兼任監督に就任し文字通りラジョイのチームとなったラジョイは1903年1904年と2年連続で首位打者を獲得し監督を退いた後の1910年にはタイカップが首位打者を獲得したものの打率384で打率1位を記録している他にも アディジョスや、1909年、サイアングがクリーブランドに復帰し、42歳という、高齢にもかかわらず、防御率2.2619勝15敗という、成績を残した。翌1910年には、アスレチックスでくすぶっていたジョージャクソンを獲得。1911年には打率、408を記録し、1912年、 1913年と2年連続で最多安打を放った。しかし、この頃には、ジョスの休止やヤングの遺跡で、投手陣が脆弱なものとなり、チームはさらに低迷した。ついに1914年には、51勝102敗と、大きく負け越し、最下位になってしまった。翌1915年には、ラジョイが、フルスのフィラデルフィアフィリーズに復帰し、1915年の、 シーズン途中には、ジャクソンが、シカゴ・ホワイトソックスに移籍したことで、57勝95敗と2年連続で大きく負け越した。この年には、チーム名も現在のクリーブランド・インディアンスに変わっている。1920年当時のインディアンスのメンバー1916年、マイナーで過ごしていたスタン・コベレスキとジム・バーグリーをメジャーに昇格させ、ボストン・レッドソックスから、 トリススピーカーを獲得した。コベレスキとバグビーはチームの勝ち頭に成長し、スピーカーはこの年、打率388で首位打者を獲得した。チームも次第に上昇気流に乗り、1919年のシーズン途中にはチームの中心選手だったスピーカーが選手兼任監督に就任する。翌1920年、チームは首位を改装していたが、 8月16日のニューヨークヤンキース戦で悲劇が起こる。ヤンキースの投手カールメイズの投じた玉が、当時インディアンスの遊撃手だったレイ・チャップマンの頭部を直撃し、翌日チャップマンが死亡してしまったのである。これは MLB において、試合中のプレーが原因で死亡した唯一の例となり、その後インディアンスの選手たちは模章をつけて、プレーすることとなった。チャップマンが死亡したことで、 新人のジョー・シーウェルが代役としてレギュラーに定着し、後にシーウェルはメジャー最高のコンタクトヒッターと呼ばれるシーズン終盤、ジョージャクソンらが大ーンで証言を行い、前年に起こったブラックソックス事件の話題が再燃する中、インディアンスはヤンキースとホワイトソックスの追撃を振り切り、初のリーグ優勝を飾った、ブルックリン・ロビンスとの対戦となったワールドシリーズでは、 5勝2敗でこれを下し、初のワールドチャンピオンに輝いた。このシリーズでは、コベルスキが3試合に登板し、すべての試合で、関東勝利を収め、ロビンスに合わせて2点しか与えなかった。また二類種のビル・アムズガンスが、ワールドシリーズでは、史上唯一の無法殺エ栄殺を成功させている。日の玉投手と呼ばれた、ボブ・フェラー1920年以降は、 ベイブルースを擁したヤンキースが台頭し、インディアンスは優勝から遠ざかることとなった。1920年代中盤には、チームの要であったスピーカーやコベルスキが続けて、チームを離れ、変わって、チームの中心選手だった。シーウェルも1931年にヤンキースに移籍した。1929年、アール・アベリルが27歳という遅咲きで、メジャーデビューする。 アベリルはデビュー以来6年連続で3割を記録し、1936年には打率378と高打率を記録するなど好成績を残した。しかしアベリルは優勝とは縁がないままチームを離れることとなった。1930年代に入ると勝ち越してシーズンは終えるものの優勝争いにはほとんど絡むことができず、3位や4位が定位置となった。 そんな中、1936年にボブ・フェラーが17歳でメジャーデビューする。アイダホ州の農場に生まれ、野球好きの父親からピッチングを教わって育った、フェラーの才能をインディアンスが見出したものだった。フェラーはデビュー戦でいきなり1試合15奪三振を記録すると、次の試合でも17奪三振を記録し、デビュー当初からその才能を遺憾なく発揮した。 1938年からは先発レギュラーに定着し、1941年までの4年間で最多奪三振4回、最多勝利3回、最優秀防御率1回を受賞するなど、リーグを代表する投手に成長する。しかし1941年に太平洋戦争が始まると、フェラーは兵役につき、1945年の終戦までチームを離れることとなった。 ミュニシパルスタジアム1946年、ビルベックがチームのオーナーとなり、数々のチーム改革を実践する。ベックは他にもリグレイフィールドのガイアフェンスのツタを考案するなど、様々なアイデアでチーム改革を行うオーナーとして有名だった。ベックは、それまで併用していたリーグパークでの試合をやめ、本拠地球上をミュニシパルスタジアムに一本化した。また、 ミュニシパルスタジアムの改修にも努め、女性客を取り込むために、託児所を設けて保育士を雇ったり、女性トイレを清潔に保つようにした。こうした努力が実り、万年注意や戦争の影響で観客数が減っていたインディアンスは、飛躍的に観客数を伸ばすこととなった。1942年には、インディアンスの遊劇手だったルーブルドローが、監督兼任を志願し、 MLB 最年少となる24歳で選手兼任監督に就任する。ブードローは選手と監督という二足のわらじを見事に履きこなし、選手としては1944年に首位打者を獲得、監督としてはブードローシフトを考案するなど奇抜なアイデアを駆使してチームを率いた。1946年、復帰したフェラーが最多勝ちと最多奪三振を獲得し、 変わらぬ健在ぶりを示すと、野手だったボブレモンも、投手として4勝を挙げ、その片鱗を見せ始める。また1947年のシーズン途中には、同年にメジャーデビューしていたジャッキー・ロビンソンに続き、ラリー・ドビーが、戦後2人目のアフリカ系アメリカ人プレイヤーとして、メジャーデビューするなど、チームの戦力も充実するなど、チームの戦力も充実する。サッチェル・ページ1948年、上記の選手が、 フル稼働し、シーズン序盤から激しい首位争いを演じた。シーズン途中には、ニグロリーグで長年プレーしたサチェル・ペイジが42歳という史上、最高齢新人投手としてメジャーデビューする。ペイジはデビュー戦を完封勝利で飾り、シーズンでは6勝を挙げる活躍でチームに貢献した。最終的に勝敗で、ボストン・レッドソックスと、 同率主位に並び、ワンゲームプレイオフが行われることとなった。この試合では、監督で、内野手であったルブードローが日本塁打を含む4。続く、ワールドシリーズでは、ボストン・ブレーブスと対戦。このシリーズは、インディアンスのフェラー、レモンに対して、ブレーブスは、ウォーレン・スパーン、ジョニー・セインという左右の絵。第一戦では、フェラーとセインが投げ合い。 どちらも7回まで0点に抑える高騰を見せたが、結局1対0でセインが投げ勝ち、ブレーブスが勝利を収めた。続く第2戦では、レモンとスパーンが対戦、5回にスパーンが崩れ、4対1でインディアンスが勝利した。第3戦、第4戦とインディアンスが連勝し、第5戦ではブレーブスが一死報いた。3勝2敗で迎えた第6戦では、 レモンが7回まで1点に抑える高騰でブレーブスを下し、インディアンスが28年ぶり2度目のワールドチャンピオンに輝いた。1951年にはブードローに代わり、アルロペスが監督に就任。この頃には再びヤンキースが黄金期を迎え、インディアンスは優勝から遠ざかることとなった。戦力的にはヤンキースとほとんど遜色なかったが、優勝には今一歩及ばず。 特に1951年から1953年までは3年連続で、ヤンキースに次ぐ2位に甘んじてしまった。1954年には、レモンとアーリー・ウィンが23勝を挙げて、共に最多勝ち、打撃陣では、ラリー・ドビーが32本塁が、116打点で2冠、王・ボビー・アビラが打率、341で、首位打者を獲得。 主要個人タイトルをインディアンスの選手がほぼ独占する形となり、チームは111勝43敗、勝率721という圧倒的な成績で3度目のリーグ優勝を遂げた。しかし、ワールドシリーズではニューヨークジャイアンツに4連敗を喫してしまった。以降、インディアンスは40年余りにわたってワールドシリーズに進出できなかった。 1960年代に入ると、インディアンスの低迷は一層深刻なものとなった。1960年から1993年までの33年間で3位以上になったのは、シーズン途中の監督の解任劇は毎年のように行われ、それでも状況が改善されることはほとんどなかった。1969年には、蓄成が導入され、インディアンスは、 東地区に所属することとなったが、チームは弱いままで、むしろ成績は下がる一方だった。1975年には、フランク・ロビンソンが、選手兼任監督に就任。アフリカ系アメリカ人初の MLB 監督となったが、結果を残せず、1977年のシーズン、途中で監督を解任された。そんなチームの惨状に目をつけたのが、映画、メジャーリーグだった。 1989年に公開されたこの映画は後に続編も作られるほど大ヒットし低迷していたインディアンスの観客数の回復に一役買ったとされるしかし映画と同様にインディアンスが優勝に近づくにはあと数年は待たなければならなかったプログレッシブフィールドチームの黄金期は1990年代後半に訪れる1991年 マイク・ハーグローブが監督に就任。そしてこの頃からアルバート・ベル、ケニー・ロフトン、ジム・トーミ、マニー・ラミレスといった若手選手が対等し始める。1994年に三築区制が導入されると、インディアンスはアメリカンリーグ中地区に移動し、老朽化が進んだミュニシパル・スタジアムからジェイコブス・フィールドに本拠地を移す。シーズンでは1994年から1995年の MLB ストライキでシーズンが中断されるまで、首位のホワイトソックスに1ゲーム差の2位という好位置を維持した。翌1995年は開幕から立ち、この年には主砲のベルが50本塁打、126打点の活躍で2冠王を獲得し、リードオフマンのロフトンも54投塁で投類王を獲得するなどの活躍を見せた。ディビジョンシリーズでは、 レッドソックスを3連勝で一周すると、続くリーグチャンピオンシップシリーズでは、シアトルマリナーズを4勝2敗で下し、41年ぶりのリーグ優勝を果たした。くしくも前回と同じブレーブスとの対戦となった、ワールドシリーズでは2勝4敗で敗れ、2度目のワールドシリーズ優勝とはならなかった。1996年は、ベル・トーミ、 ラミレスによる前年以上の強力なクリーンアップを形成し、99勝62敗と2年連続で地区優勝を遂げたが、ディビジョンシリーズでボルチモアオリオールズに敗れた。1997年限りで、ベルが退団すると、代わりにマット・ウィリアムズ、デビット・ジャスティスを獲得。ベルの抜けた穴を補って、あまりある活躍を見せ、ディビジョンシリーズでは3勝2敗で、 ヤンキースとの激闘を制し、続くリーグチャンピオンシップシリーズではオリオールズを4勝2敗で下してリーグ優勝を決めた。ワールドシリーズではフロリダ・マーリンズとの対戦となり、最終戦の延長までも連れ込む大熱戦となったが、結局第7戦の延長11回にサヨナラ負けを喫し、またしてもワールドシリーズ優勝はならなかった。1998年、 1999年も地区優勝を果たすが、いずれもプレーオフで敗れ、リーグ優勝はならなかった。なおこの間、本拠地、ジェイコブスフィールドでは、満員御礼の試合が続き、1995年6月12日から2001年4月4日まで、455試合連続入場券売切れ、という記録を作っている。2000年には、ハーグローブに代わり、打撃コーチだった。 チャーリー・マニエルが監督に就任。2001年には地区優勝を果たす。しかしディビジョンシリーズでこの年デビューした一郎を擁するシアトル・マリナーズに敗退。2002年には大きく負け越したため、マニエルはシーズン途中で解任された。この頃にはチームの主砲であるラミレス、トーミが相次いで移籍し、彼らに代わる若手選手の育成に力を注ぐこととなった。 主力選手が抜けた穴は大きく、2002年からは3年連続で、勝率5割を切るシーズンが続いたが、生え抜きの CC シーシーサバシアや、ビクター・マルティネス、2003年にテキサス・レンジャーズから移籍したトラビス・ハフナーといった若手選手も、着実に力を伸ばした。2005年は、蒸気選手に加え、クリフリーやグレーディサイズモアの活躍もあり、ホワイトソックスと、主位争いを繰り広げた。 しかし最終的に93勝69敗でチクニーとなり、ワイルドカード争いでもレッドソックスに敗れる形となった。2006年は78勝84敗と負け越し、優勝争いに加わることなくシーズンを終えている。2007年は開幕から首位を走り、シーズン中盤には独走体制を取った。投手陣では、 エースのサバシアと2年目のファウスト・カルモナが共に19勝を挙げる活躍を見せ、打撃陣で、またシーズン途中に復帰したロフトンもシーズン終盤に足踏みしたチームの中で大きな存在となった。そして最終的に96勝を挙げ、6年ぶりに地区優勝を果たした。しかしリーグチャンピオンシップシリーズでは、レッドソックスを3勝1敗と追い込むものの、 そこから3連敗を喫してしまい、リーグ優勝はならなかった。2008年は、チーム状態の何が悪いのか評論家も頭をひねるほどの悪循環にはまった。この年のサイヤング賞を受賞したクリフリーが一人気を吐く状態が続き、勝率5割をキープするのがやっとで夏前にはシーズンを諦めなくてはならない状態であった。2009年の全評判では、 アリーグ中地区の優勝候補とする評論家も多く存在していたが開幕後連敗を喫した後は主力に怪我が相次ぎ早々にシーズンを諦めてトレードでクリフリービクター・マルティネスらの主力を放出することとなった9月には11連敗を喫しカンザスシティロイヤルズと並んでアリーグ中地区再開という2000年代最悪の成績に終わった 2010年は若い選手に育成を軸に再建を行ったが、オールスター前に脱落。クローザーのケリー・ウッド、エースのジェイク・ウエストブルックを放出し、最下位にはならなかったが、4位に終わった。2011年は、これまで、主にショートを守ったオーランド・カブレラをセカンドとして加え、守備の強化に成功すると、若い投手陣を軸に快進撃を進め、 首位を独走するも、長丁場を戦った、経験のない若手が、徐々にブレーキ。福留康介、ウバルドヒメネス、かつての主砲、ト美ミを加えて、有望株6人近く出す大出血トレードで勝負を、かけるも、二類を守ったカブレラが移籍をすると大失速。若手の成長もあって80勝するも負け越し、2位に終わるも、若いチームにとっては、来シーズンにつながるきっかけになった。 2012年は、先発投手陣を整備し、勝負をかけたが、逆に先発陣が完全崩壊したのに続き、ブルペンも崩壊、打線も頻打に陥り4位に終わった。2013年は、ボストンレッドソックスの前監督だった、テリー・フランコーナーが監督に就任。チーム最高級だったトラビス・ハフナーらの対談によって、浮いた資金を使って、ニックス・ウィッシャー、マーク・レイノルズ、 マイケル・ボーン、ブレッド・マイヤーズ、ジェイソン・ジアンビ、トレードで超有望株、トレバー・バウアーの獲得に成功し、優勝を狙える人形を整えた。2016年シーズンに開幕から快進撃を続け、フランコーナ監督の確実に点を取る野球で、リーグ3位の31ギダとリーグ最多の60ギー比を記録。アメリカンリーグに連覇中のロイヤルズのお株を奪う。 リーグ最多の134盗塁と機動力も身につけ、7月9年ぶりの地区優勝を果たした。ディビジョンシリーズでは、東地区優勝のボストンレッドソックスを3連勝でスイープし、アルックスではワイルドカードのトロントブルージェイズを4勝1敗で破り、1997年以来19年ぶり6度目のリーグ優勝となった。 特にミラーがすべてイニングまたぎの登板ながら無失点に抑え、リリーフとしては史上4人目の投手となった。しかし、迎えたシカゴカブスとの顔合わせとなったワールドシリーズでは3勝1敗と先にワールドチャンピオンに王手をかけたところから3連敗を喫し、またしてもワールドシリーズ優勝を果たすことはできなかった。カブスの優勝によって両リーグで ワールドシリーズ優勝から最も遠ざかっているチームとなった。2017年8月24日のレッドソックス戦から勝ちを積み重ね9月13日のタイガース戦においてアメリカンリーグ新記録となる21連勝を記録。9月14日にはアメリカンリーグ連勝記録を22連勝に更新すると同時に1935年のシカゴカブスを抜く。 MLB 新記録となる22連勝を記録した。しかし、迎えたポストシーズンでは、ヤンキース2に2連勝と先に、アルックス進出に大手をかけた状況から3連敗を、喫して敗退。2年連続のリーグ優勝を果たすことはできなかった。2018年も、抜群の安定感を見せ、2位に13.0差をつけて、地区優勝を決めた。しかしポストシーズンでは、 ディビジョンシリーズでヒューストン・アストロズにスイープされて敗退した。2019年は3ゲーム差でタンパベイレーズにワイルドカード2位の座を奪われた。2020年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により短縮シーズン60試合で行われ35勝25敗を残しアメリカンリーグ中地区でミネソタツインズに次ぐに2位に位置しワイルドカードで プレーオフに進んだ。プレーオフでは、ニューヨークヤンキースに2敗を喫し敗退した。2020年12月13日、2021年シーズン後に、チーム名を変更すると発表された。クリーブランド・インディアンス伝道は少なくとも3、シーズンをインディアンスで過ごし、引退してから1年以上が経過している選手が対象となる。プログレッシブ・フィールドのヘリテージ・パークに位置しており、 ヘリテージパークにはフランチャイズの歴史を称えるブロンズの記念プラークなどが展示されている。クリーブランドインディアンス伝道は1951年に設立され2014年度の選考が終わった時点で40人が選出されている。フトジはアメリカ野球伝道入りも果たした人物。マスコットのスライダーインディアンスのチームマスコットには1990年からスライダーという ピンク色の着ぐるみのマスコットが存在しているが、それ以前より、球団ペットマーク等に使われている和風集長という名前の歯を剥き出してにやつく赤い顔をしたインディアンキャラクターがある。このキャラクターは人種差別的なインディアンのステレオタイプであるとして、アメリカインディアン運動など多数のインディアン権利団体、個人がインディアンズのチーム名と共に、 その衣装廃絶を求めて激しい抗議を半世紀近く行っているものであった。その結果、2018年シーズンを最後に廃止された。ありがとうございます。